はようございます。おはようございます。現在は5時20分ぐらいです。まだちょっと薄暗い感じですが、今日は早起きして市内の方に向かっていきたいと思います。でですね、私は今日非常に寝不足なんですよ。寝れなくて昨日そうね。なので、まあ、ちょっとしょこちゃんに運転を頼みつつ、はい、まあ助手席でうすらうすらしててください、はい。はい、波はあるっすね。波はあるね。ちょいちょいできそうな波はあるっす、ね。今回ですね、インスタ360さんから、エースプロっていうアクションカメラをご提供いただきまして、なんとレンズがライカでございます。すごいよね。めちゃくちゃ画質いいもんね。めちゃくちゃ画質がいい。で、なんかセンサーとかが多分大きかったりとか、暗いところですごく綺麗に撮れたりとか、一番びっくりしたのは、トンネルとかから出るときに切り替わる速度がすごい速い上に、すごい自然っていうのがめちゃくちゃびっくりした。で、あのオープニングのとこで車の中で喋ってたのは、もうすでにこれで撮ってるんですけど、これがですね、こうカシャってなるんですよ。そう、これすごいよね。そう、これがこうやって撮ってっていうのができるのが、今までアクションカメラでなかった。だからアクションカメラなんだけど、なんか Vlog カムのちょっとちっちゃいやつみたいな印象かなとは思うんだけど、タマが一番お気に入りのポイント、はい、このね、接続方法、ワンタッチなんですね。そう、これ今までうちは GoPro 使ってたんだけど、GoPro の場合こういう感じじゃなくて、クリクリクリって回さなきゃいけない。そう、上がるんだけど、ここをクリクリしなきゃいけない。でこれが、まあ、今一回外したんだけど、このマウントもインスタ360さんのやつなんですけど、マウスピースマウント、ね、そう、まあ、これにこういうフローターをね、つけて使うんだけど、これを毎回クリクリしなきゃいけなかったのが、ね、ここで全部外せるんですよ、ね、これいいよね。そう、だからこれを何個か持ってて、まあ例えばうちの場合だと、まあこれもいただいたものなんだけど、多機能な三脚みたいな感じ。すごいよね。そう、なんだけど自撮り棒にもなるし、三脚にもなるし、そう、こうかけれるのよ。それがすごいよね。壁とかに、面白いね。すごいよね。だからこれに1個、車のダッシュボードのところに貼ってあるやつに1個、でマウントに1個くっつけといたら、いちいちこうクリクリしなくても、そう、カッチャンカッチャン、これだけでどん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 付け替えられるから、すごい便利。もうこれ1個で全部が多分取れるだろうっていうことで、まあ今日はね、ほぼほぼこいつだけで取っていこうかなって思うんで、はい、まあ画質含め楽しんで見ていただければなと思います、はい。まあ、とりあえずアクションカメラなので、海で撮りますか。海で使っていきたいと思います。そうしましょう、はい、はい。
God how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one little finger and the door shut. Cause I know we are real as can be. Yeah. Although we stick to each other, we're free. We are free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us last longer than them, standing stronger than them, letting think we are crazy. Cause I know we are real as can be. You still amaze me. You still amaze me. You でございました。疲れ様でした。疲れました。疲れたね。てか風がもう入ってきちゃったから微妙だったね。うん、アウトが遠くて。そう、それで疲れる。一本乗った後の戻るのが大変。そう、めっちゃ大変。あんまり最後まで乗りたくないになっちゃう。そうなんだね。そう。まあでも映像的にはなんかこうゆったり最後まで乗るのが。そうね。まあ映像的にはっていうかサーフィンが本来そうじゃないかな。まあ本来ね。そうなんですが。そうなんですよね。まあちょっと海も入ったことで、うんうん、私はあの目が覚めました。あ、よかったね。すっきりさっぱりです。食べたらめちゃくちゃ眠くなるやつじゃない。そうなんだよね。それが不安なんですけど。まあちょっとね、ご飯を食べに。そうね、今日ちょっとね、前から行きたかったところに。そう、前からちょっとね、気になってた場所がありまして、うん、そこにご飯を食べに行きたいと思いまして、ね、行きましょうかね、じゃあ行きましょう、はい。今日のお昼の場所に到着しまして、到着一番今日はですね、宮崎市中央卸売市場の中の、うん、カンカン通りというところにやってまいりまして、あ、なんかすごい、この中にですねちょっと行きたいお店があるので、そこへご飯を食べに行きたいと思います。はい、面白い、いろいろ売ってるんだ、いろいろあるね、あ、すごい、お花屋さんとかも、なんか魚とか野菜だけかと思ってね、お花の資材とかも売ってるし、なんかいろんなものが売ってるんだ、面白い、あ、お肉だ、あ、なんか食器屋さんとか、あ、食器もある、面白いね、魚は売ってないのかな、魚見たいんだけど、魚はうちの魚市場じゃん、あ、向こうに入れるの一般の人、わかんない、それこの辺のはずなんだけど、なくねえか、お兄さんないよ、あれないじゃん、お兄さんないよ、お店ないよ、どこ行っちゃったの、入ったトイレしてきたトイレしてきたよその報告いらないから、あったよ、あ、どこ、あ、そっち、そう、そっちにあって、あ、そっちなんだ、よかった、よかったね、あ、潰れてるわと思ってた、どうしようかな、お昼と思ってたの、よかったね、あったよ、よかった、よかった、これか、え、それ1000円丼のみ終了しました、
バンビ、うん、2000円のやつがいいんでしょ。そう、うん、半ビのやつ、そう、うん、どうですか。じゃあそうしますか。はい。あ、お腹減った。めっちゃね、これメニューは1000円、2000円、3000円っていうその3種類しかないんですか。はい、2000円のは20食限定なんです。20食限定なんですね。7時半からやってんの。朝、朝からうなぎってすごいよね。うん。ございます。ありがとうございます。すいません。はい、大丈夫です。ありがとうございます。イエイイエイ。ちょっとすぐぬるくなるからちょっと次足して冷やしておきます。あ、すいません。助かります。いただきます。めっちゃ嬉しい。うなぎ屋さんでうなぎ食べるの久しぶりじゃない。めっちゃいい匂い。いきなりいきなりいい匂い。うん、ぬか漬けだ。うまっ。うん、うん、いい匂い。味噌汁も美味しい。うん、うん、何もぐって何何もぐってうん、うまっ。うまいな。何も言うことないし、うんうん、なんかやっぱ関東のさうなぎと違うところがさ、うん、魚らしさがすごい、うんうん、ちゃんと魚の匂いがふわっと、確かにね、パリパリ、うん、マジでうまい、うん、あれはおいしいね。あれめっちゃうまい、うん、これはもう何も言わなくていい。何も言わなくていい。無言で食べ続けよう。動画的に大丈夫。何も言わなくていいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。言葉になりません。この人用事加えてるよ。満足だったね。やばかったね。めちゃくちゃ美味しかったね。美味しかった。本当美味しかった。身もブリンブリン。身がすごい熱くて、うんうん、なんだっけ、タレもね、うん、甘めで、そうだね、すごく濃い味で、うんうんうん、美味しかった。そうだね、私が大好きな感じですね。何何。いや結構やばいよ。爪楊枝加えてるおじさんよくいるけど、なんで加えてんだろうなって思ったけど、うん、加えるようになるんだな、そうすると。そういうことだな。よろしくないですな。今も加えてるけど。じゃあとりあえず買い物して帰りましょうかね。帰りやすか。はい、はい、はい、ということでですね、はい、今回の動画はこちらのですね、うん、インスタ360さんのエースプロという新しく出たアクションカメラを使って動画を撮ってみました。でこうやって本体が映ってる時以外の動画はもうほとんどか、うん、ほとんどっていうか全部か、基本全部これで撮った。だよね、うん。まあでもなんか見て思ったけどさ、色味がすごい綺麗。やっぱレンズなのかセンサーなのか。ライカだ。うん、まあライカだから、ね、そんなにカメラに詳しくない俺らでも知ってるライカだからね。まあ、あとセンサーとかが良くなってきてて、うんうん、で僕らが今までずっと使ってた、うん、GoPro が Hero9 だから比較の仕様があまりないので、うん、比較的なものはしないんですけど、うん、使って気づいたのはバッテリーの持ちがめちゃくちゃ長い。めっちゃいい。それは間違いない、ね、設定によっては、うん、多分2時間近くはずっと録画を続けられるぐらいバッテリーの持ちがいい。それがもう一つ目のポイント、うん、だから今回の動画撮るのさ一回も電池交換してない。すごい持ちがいいと思う。そう。あとはモニター、これいいよね、うん、こうやって、まあ、自撮りできたりとか、うん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 、まあ、ご飯食べてるシーンもあるんですけど、うんうん、ご飯食べてる時もこう画面を確認しながら喋ったりとか、そういうのができるっていうのは、うん、まあ、かなりね、うん、いいかなと
そうそうそう思います。なんか家族で思い出残したいとかいう時もさ、なんか一眼とかだったらちょっとでかすぎて置けない、うん、でもこれだったらすごいちっちゃいからポンって置いてても、うん、あんまり気にならないから、うん、はためから見ても恥ずかしくないし、ね、うん、アクティビティがあるところへの旅行に行った時とか、うん、例えばシュノーケルとか、そうそうそう、まあ、スノボとかっていう時に、うん、このマウントが結構使い分けることを僕らはおすすめしてるんだけど、うん、そうだね、うん、サーフィンの場合は、まあ、こういうフローターとこう口にねこう加えるやつっていうのを僕らは使ってるんですけど、うん、動画の途中でも言ったんですけど、うん、毎回これをクリクリして回して外して刺して締めるっていう変え方しか今までなかったんだよね、だね、 GoPro とかは、うん、だけどこれの場合はもう本当に簡単に、うん、これだけでめっちゃ簡単取れちゃうから、うん、これはやばい、ね、これが標準のマウントになるんだけど、うん、ベースがね、そう、使いたいマウントの数だけあれば、うん、カチャってつけていけば、うん、もうどん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 入れ替えられる、うん、そうそうそう、めちゃくちゃ簡単だよね、そう、うん、だから GoPro とかで YouTube をやってる人多いんだけど、うんうん、そうだね、僕らの場合は、うん、その入れ替えがすごい面倒くさかった、もう基本的に、うん、サーフィンの時はこういうアクションカメラを使ってたけど、うん、それ以外はもうこういうのを使わなかった。だけどこの小ささがゆえ、うん、ご飯食べに行くとか、うん、その辺歩いてる時とかっていうのは、うん、こういうのを使いたいんですよね。そう、楽なんだよね、正直ね、うん、データを入れたりするのも、うん、あっちからこっちからっていうのをしなくてもいい、うん、一台でできるからね。そう、これはもうマジでいい、うん、うちら的にはもう本当、うん、多分今まででベストだと。そう、本当そう思う、うん、旅行とか行く時とかも、うん、まあ、携帯で写真撮ったりとかしながら、うん、もうこれでずっと動画撮れるじゃん。そうそう、ネックマウントとかもあるから首につけたりもできるしね。そうそう、できる、うん、あとは車のところにこうくっつけるやつを僕らは使って運転中とかこうやって撮ってたんだけど、うんうん、いや本当にね、幅広がると思う、撮影方法、まあ、だから別に YouTuber だから、 YouTuber じゃないからこんなの撮らないよとかっていうわけでもないじゃん。個人的にこう友達とどっか行くのにさ、うん、思い出残すのにカメラで絶対撮影したりとかするから、うんうん、それ考えたらこれ一台でも全部撮れるって考えたら、うん、すごい便利だと思うね、うん、友達とかとそうやって撮ったりするじゃん。撮ったりした時にさ、うん、理想はこう編集して一つの動画にして見れるのがベストじゃん、共有してみんなでね。そうそう、うん、それが仕事みたいなもんだからさ、まあそうだね、編集するのもさ、うん、難しいことももうなくできてるじゃん、うん、まあ面倒くさいけどやってはいる。なんか一般の普通の人たちからするとさ、うん、編集するってなるともうパソコンに入れてソフトを選んでこうしてあしてっていうのが面倒な人とかも結構多いじゃん。面倒だし、そういうの分かんないよって人もいるから、ね、そうだから結局その中から単発で選んだ動画をさ、なんていうの、 iPhone とかで送ってみたいなのが、うんうんうん、そうだね、なっちゃうじゃん。 LINE でこうトン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 動画送って、そうそう、これの場合だと、うん、インスタ360からスマートフォンにデータを入れるとき、うん、アプリを使って入れるんだけど、うん、 そのアプリの中に編集機能がついてるんですよ、うん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 、で本体でもその動画のここからここまでを使いたいとかっていうフラッグみたいなのを立てることもできるし、それをアプリに入れて、うんうんうん、でアプリの中である程度ね、こうテンプレートとかがあって、実は、はい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 、動画をポン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 選んでって、うん、はめ込んで、そう、はめ込んで、うん、テンプレート選んでみたいなので、ずらーって勝手に、じゃあなんとなくそれっぽい動画に勝手にできちゃう、そうそうそう、勝手にできちゃうっていうのも、うん、そのアプリの中に入ってるっていうのは、なんかせっかく撮った思い出を知らない間に埃りかぶってゴミになっちゃうみたいなことがなくて、うん、代表して誰かがこうやるよって言ってみんなに分散して、うん、ああ楽しかった、いい思い出だねみたいなのを残せるわけです、ね、僕らの最初の YouTube な感じで、そうだね、こんな感じだ、そう、私もスマホでやってたからね、思い出を残したいっていう、うん、だからそこがどれだけ簡単かっていうのはかなり重要かなっていうふうに思うかな。アプリの方でさ、確か AI 機能みたいなのが搭載されてて、うん、勝手にこういいところをこうかいつまんで、そうそうそう、ダイジェスト作ってた、そう、最近の i さんって呼ぼうかな、え、AI すごいよね、本当に i さんはこれを使って撮影していく動画が今後かなり増えてくるんじゃないかな、多分増えるんじゃないかなっていうふうに思います、はい。
最後にですね、はい、まあせっかくのアクションカメラなので、うん、他の人たちがレビューだ、うん、比較だっていうしてる中で、うん、まあ僕らにしかできないコメントをさせてもらおうかなと思います。アクションカムとしてこれを使うのに、うん、あ、これすごい便利だなって思った点がいくつかあるんですよ。録画ボタンを押した時に振動する。間違いない。だから撮れてる撮れてないっていうのが振動で分かる、ね。そう、海に入ってる時、こう加えてるんだけど、うん、まあ GoPro もこういうやつで撮ってるんだけど、押せてない時があるの。これを加えてるとね、うん、ピッて録画が始まると、うん、ブーってなるのが分かんのね。うん、すごいよね。骨伝導で。骨伝導じゃなくて、アナログな骨伝導で。振動。それはね、うん、マジで調子いい。うん、確かにね、うん、これは確かにいいなと思った。そう。波待ちしてて、うん、ピッとして、うん、ひっくり返るときに、あ、ブーってしてねえなと思ったら、うん、こうもう一回押せば、ブーってして、あ、撮り始めたなっていうのが、うん、こう確認し見ないでもできるのはすごく良かった、ね、うん、確かに。まあ、今後ちょっとボードのね、そのノーズの方にサーフィン系の YouTuber さんとかよくやってる、ボードのノーズにこうくっつけて、うん、撮ってるじゃん、うん、でショコも昔撮ってたでしょ。そう、私もね。あれどうやって録画ボタンするの？あれショートだったらさ、すぐここだからいいじゃん、うん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 、ロングの場合だとさ、あ、ね、GoPro だったからビデオ撮ってって言ってたでしょ。言ってた。海の中で。それがですよ。この子は、うん、まあ、ノーズにこうやってくっついてるじゃん。そう、これすごい。こうやってやると、録画が再開される。それがすごいよね。ジェスチャー機能があるんだよね。そう。ビデオ撮って、GoPro ビデオ撮ってって言ってた。そう。だからこれは、音声のそれもあるんだよ。うん、ただ、日本語の、には対応してない。うん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 、だから英語で、なんて言えばいいかわかんないけど、うんうん、英語とかで言わないと、うん、それができない。だけど、それ以外の触らなくてもできるやつの機能としては、これです。それ最高だね。そう。いや、それはいいよ。そう。まあ、ショートの人とかもそうだし、うんうん、ロングの人とかもそうだけど、こうやらないといけないもんね。そうそう。それがかなり楽なんじゃないかな、っていうふうに思います。確かに。っていう感じでございますね。そうですね。まあ、なので、相対的に私たちは、正直、めちゃくちゃ満足しているっていうところなんだよね。うん。うん、ということで、今回はですね、インスタ360さんのエースプロという新しいアクションカメラご紹介でした、うん、はい、普段使いもできるし、うん、その名の通りアクションカメラなので、うん、まあバイクだったり自転車だったりサーフィンだったりスケボーだったり、うん、まあもういろんなパターンがありますよ、ね、うん、思うがままに、うん、あの好きな映像が撮れるアクションカメラになってるんじゃないかなと思います、うん、はい、しかもめちゃくちゃ画像が綺麗で、いいアクセサリー類もすごく充実してるんで、うんうん、外付けのマイクつけたりとか、ね、そうだね、そう、うん、いろいろできるんで、うん、ぜひあの気になる方は、はい、あのホームページとかでご確認していただけたらと思います。はい、概要欄にリンク載っけてますので、よければそちらをチェックしてください。チェックしてみてください、はい、今回は新しいアクションカメラを手に入れたので、そちらのレビューをさせていただきました。たまちゃん、男の子はそういうの好きだもんね。ガジェットって好きだよね。と気になってくれた方は、はい、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。インスタグラムのストーリーでは私たちの日々の様子をちょこちょこ上げているので、よければそちらもフォローお願いします。お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。チャキン。録画できない。